問題。カエルとオタマジャクシ、ウーパールーパーから攻撃されるのはどっち？制限時間5秒、難易度はレベル2です。それではお考えください。答えは、オタマジャクシでした。オタマジャクシは通常20分でカエルに成長します。しかし、スライムボールを与えることで成長までの残り時間を 10% 短縮することができます。